鳥山石炎、根弱がと俗百鬼より、猛霊猛霊、または猛霊、猛像は山や川、木や石などの生や墓などに住むもののけ、または河童など様々な妖怪の総称。日本では水人を意味する水はと訓示、この語は他に水派、水派、渡ると派など様々な漢字で表記される。水葉の未完石には、総称的な用法とは別に、 具体的な姿や振る舞いを描写された毛量が現れる。ワイナンコには、毛量派上は三歳の小児のごとし、色は、切刻し、目は赤く耳は長く、美しい髪を持つと記される。本像項目には、毛量は、好んで毛者の肝を食べる。それで、主来に、顔取って、甲に入り、毛量を駆逐するとあるのである。本章毛量は、虎と柏とを恐れす。 また、ドル、術というのがいて、地下にあり、死人の脳を食べるが、その首に柏を刺すと死ぬという。つまりこれは、毛量であると記されている。ワイナンコによると、毛像は、水から生じる。また、四季によると、孔子は、水の貝は、竜や毛像であるとした。これらから、毛量も水の貝の総称とみなされるようになった。この意味は、 山川の海を意味する巣玉と体を成すようになった。日本では、日本紀により、猛像の和名は水神を意味する、水は、だとされた。猛者の肝を食べるという点から、日本では、猛量は、死者の亡骸を奪う、妖怪、貨者と同一視されており、貨者に類する話が、猛量の名で述べられている事例も見られる。江戸時代のネギやスモリの随筆、耳袋によれば、 柴田という役人のもとに中義者の家来がいたが、ある晩に自分は人間ではなく猛僚と言ってとま語いをした。柴田が理由を尋ねると人間の亡骸を奪う役目が回ってきたので、ある村へ行かなければならないとのことだった。翌日、家来の姿は消えており、彼の行った村では葬儀の場が急に黒雲で覆われ、雲が消えると棺の中の亡骸が消えていたという。 ありがとうございます。